はい、NTT コミュニケーション科学基礎研究所の西田です。すいません、自分の名前のスライドすらなくて大変失礼しました。私自身は実は認知科学といいますか知覚の研究者でして、教育自体に関してはあまり直接絡んでいないということで、今回は先ほど安西先生のお話にありました SIP でうちの研究所が行っている取り組みについてちょっとお話しさせていただいて、それに対して私自身がどういうふうに考えるかということを、ある種第三者的に説明させていただきたいと思います。でこのプロジェクトでは、その生態データとか理解データとのようなスタディログから、これで出るのかな、はい、このどっちをさせればいいか分かるんですけど、これデータ集めたスタディログから、指導計画探索エンジンというので、ベストな回を選び取るということと、あともう一つここでインタラクティブにデータを、支援してデータを取れるような環境を作りましょうと、この2つのところを、うちの研究所の方では対応しようというふうにしているようです。それで一つの技術ポイントとしては、この、その高速にそのベストな解をこのグラフ探索型類似探索という技術、数学的なモデルですけれども、こういう技術を用いて非常に短い時間で、ある人が今この状態にいてここに持っていきたいときにどういうふうなベストな解、今一番、すいません違いますね、だからここ今一番この人にとって必要な解を出そうという時の検索が非常にベストな解がすぐ出せますよというような検索方法になります。でこれは、ちょっとその前の技術というか、その技術を関連しているものとして、例えばこれピタリエというので、うちのケハンナの小林さんとかが作られているものですけれども、皆さんの赤ちゃん、子供お子さんにベストな、その絵本を推薦するというようなシステムになってまして、それの中にこのグラフ探索型の類似検探索という技術が入って、高速で瞬時にベストなサジェスチョンができますよということになってます。でもう一つは、このインタラクティブに教育現場で教育支援のためのシステムということで、これユビオムということで、うちにグループにいるマリア君というのがずっとやってる話なんですが、あまり強い字が、すごい薄い字が書いてあって、その指でなぞることによって初めてその字がきれいに見えると、なぞり読みみたいなものなんですけど、でこういうふうにしてなぞり読みさせると、それだけ注意がいくから、学習効果もちょっとは良くなりましたよというようなデータもありますし、こういうふうな音声機能との組み合わせによっていろんな応用もできますよねというようなツールになってます。で、あと個人的な感想の方に戻りますが、こういう技術っていうのは、先ほどの箕面先生のお話もありましたけれども、もう記号化されてしまえばとか、こういう空間とか知的空間の中で、その心的空間状態がある種分かっているというようなところまで持っていければ、こういうふうな検索、探索問題になるわけですね。だから問題は結局、こういう空間が張れるだけのデータをどうやって取れるかということと、それに対して、今その人がどの状態にいるかということが分かるかという問題で、ここの問題がおそらく本当は一番難しいわけですよね。だからデータがないと言ってますけど、この認知科学的に考えてるんで、こういう空間、まさに安西先生がおっしゃってたように、赤ちゃんみたいな状態の人が今どの状態にいるのかっていうことを、こういう空間の中にマッピングするっていうこと自体は非常に面白い問題だし難しい問題 でこういう形になった瞬間、だから評価関数が決まってどこに行けばいいかということと、今状態が何であるか分かれば、あとは情報科学の問題になりますと。でそこまで持っていくところが重要なわけですから、そこのところをやらなきゃいけない、でそこの問題を解決しなきゃいけないということを非常に感じてますし、そこに実際の問題の難しさがあるのは間違いないだろうと思います。でもう一つ、このユビオムっていうのは何て言いますか、なんかちょっとチャチいイメージもあるんですが、実はですね、そのアクション、教育とか実際 の学習状態でおける評価の時に、例えば答えだけではなくて、その時のアクションそのものを取りたいという時に、例えば眼球運動を取るとか、いろいろなその先ほど言った血流量を取るとか、いろんな話ありますけれども、そんなことやってるのってそれなりに大変なわけですけれども、例えばこれ指を触って読んでくださいってやってるわけですから、強制的に触らせてるので、ある種眼球運動を、インディレクトに取ってるのと同じになるわけですね。でこのアイデアがいいかどうかよくわからないんですけれども、
比較的簡便な方法でそのラーナーのその心的状態というかアクション状態も含めて取れるということの意味においては面白いアプローチかなと思ってまして、まあそういう意味でこういうふうなデバイスみたいなものでいかに簡易にアクションも含めた先ほど言ったプロトコルですけれども、プロトコルを真面目にまあ、その本気で言語解析も先ほどの一番初めの犬先生お話ありましたから、直接喋ってるその言語を解析してっていうような研究もありだとは思うんですけど、例えばこういうふうな単純なシステムでも比較的いろんな情報は取れるかなっていうことで、まあやっぱりこういうのもビッグデータとかたくさんデータあって初めてなんで、ある程度いやいやと決めてしまって、みんなでまあ特に小田さんには頑張っていただきたいなというふうに思っております。以上です。